パリ五輪の卓球女子団体で日本はドイツを破って決勝に進み4大会連続のメダルを確定させた北九州市小倉北区のタンガタンガ市場の関係者は2年前に2度の大規模火災が発生した際北九州市出身の早田ひな選手24から支援を受けた感謝の思いを胸に決勝での活躍を祈っている 早田選手は2度目の火災後の2022年9月、市場を訪れ、大会の優勝賞金100万円を、少しでも力になりたい、と寄付した。市場では五輪に合わせ、アーケードに、丹賀市場は早田ひなさんを応援しています。と記された垂れ幕を掲げている。決勝は2度目の火災から2年となる10日。ガ市場商店街の中尾健次会長、59は、 火災後に市場に来て、寄付してくれたことは復興の大きな支えになった。恩返しの思いで応援したい、と話す。決勝に合わせ、10日午後10時からは、早田選手の地元、戸畑区の麻生スポーツセンターでパブリックビューイングが行われる。実施に、